ネバール君とムシムシお化け。ネバール君、お母さんがネバール君を呼んでいます。あー、今ゲームがいいところなんだネバー。あ、そうだ、聞こえなかったことにしようネバー。ネバール君はお母さんを無視しました。ネバール君、遊ぼう。今度はお友達がネバール君を呼んでいます。あー、今ボス倒すところネバよ。あ、そうだ、聞こえなかったことにするネバ。ネバール君はまた無視をしました。ふぅ、ゲーム終わったネバ。さてと、お母さんにおやつをもらってお友達と遊ぶネバね。すると、ムシシシシ、どこからともなく声が聞こえてきました。俺はムシムシお化け。そんなに虫ばっかりしているとお前も無視されるようになるぞ。さ、そんなことないネバ。お母さん、おやつ食べるネバ。お母さんはネバール君を無視しました。みんな一緒に遊ぶネバー。お友達はネバール君を無視しました。どうしてネバよ。無視し、ネバール君がみんなにした無視が帰ってきたんだ。無視し、ごめんなさいネバ。もう虫とかしないネバだから、虫虫お化けなんとかしてネバよ。虫し、じゃあ今回だけは特別にだぞ。もう虫したりしちゃダメだからな。そう言って虫虫お化けは消えていきました。それからネバール君は呼ばれたらきちんとお返事するようになりましたとさ。おしまい。見てくれてありがとうネバー。